どうも、GK です。今回も、オクトパストラベラーね、続きをやっていきましょう。今回はね、第4章のボス戦ということで、早速ダンジョンを進んでいきましょう。こっちには何もないか。今回も長いんやろな、多分。だいたいラストダンジョンって結構ね、複雑なんですよ。始め。踊ろうかしら。氷結ねえ地味変更はそれでは地味にダメージを与えていこう。強いな、大打つやってくれますね。さあここは SP セクリアズで闇より届く私を払い上がってきな。でもこれを取り締まんじおりゃ大撃つブレイク行きましょう。して光魔法 OK 輝きたまえオッケー出直してきな。宝箱をねちゃんと取っていかないとねって思うんですよね。いつも取りこぼしがちょっとないようにねやっていきたい。これ下かな、下よし OK 結構金入っとった。こっちかな、チームなんかあるかな。何もない、やむを得ます。ないんやこいつ。私の出番だな。ちょっといや強そう。踊ろうかしら。強よ、強すぎでしょう。癒しの奇跡に伝えたな。ぜえ、こうの効くかな。効かへん。ぜえ、剣。おりゃ。ミス。どう動く？困るね。おしゃぶりや。こいつマジ侮れへんな。行くわね。ちょっと怖いから。コングレアーグ。水よ。負けません。違う。優勢。かかってこい。強すぎなんだが。狙い撃つ。さてと、一番やり、一番やり、すげえな。よっしゃ、困るな。やり効かへんかったら、この効かんかったもんね、さっき。かかってこい。もう一回か。どしゃぶりよ。行くわよ。雷。金振る舞い。聞かへんな。それで。もう一回回復していいかな、俺。癒しの奇跡に伝えたな。さてと。戦うしかないか、普通に。あ、剣効くやん。マジかよ。ブレッドロン。ケイ。出番。
アラム。行きましょう。そして。光。私の出番だ。続き。行くぞ。とどめやな。行け。魔剣士バロガーよ。ケイ。終わりだな。やたら強かったんやけど。あれは下から行くのかな。下から。てか雑魚敵はねもういいよね、ほんまに。結構エンカウントがやっぱ激しいんで。ザクロね。なんかあるかな。何もない。こっちは何これ。何にもない。何にもないんか。こっちはあった。宝箱、恐怖耐性ストーン。こっちは何にもない。さて奥に行こう。びっくりした。おっさんいると思ったら自分で連れてきた人やった。あれこっちなんかあんのかな。あ、なんかありそう。宝箱あるけど今のパーティーでは取れないと。マジですか。やっぱダンジョン攻略はテリオンがやっぱ必須ですね。まあ後でまた取りに行けばいいんで、この辺は全然。こっちに何かあるんでしょ。さっき来たとこちゃん。え？あ、合ってんのか。で、下に行けばいいかな。ん？よくわからん。何もない。お、あれなんや。どうやって取んねやろあれ。あの下の宝箱も。え？か。あれがなんかボスっぽいな。あ、こっちもなんかあった。さてこの上が多分ボスでしょう。違うのかい。いやいや、宝箱はいっぱいあるんですけどね、取るのが結構敵出てくるからな。やっぱり思った以上に長いよね。取れてない宝箱もちょっとあるしね。せえ。ちょ。どう動く？いや。踊ろうかしら。頑張ります。い
癒しの奇跡に歌えたの。私の出番だな。せい。さあ。負けません。成長できたでしょうか。さてこれでボスなんじゃないのかい。さてここがボスでしょう。来た赤河軍団。これはこの町の兵士たち。来たよ赤目。やば。どういうことだ。私が感情を読めない。魔物や動物であればそれとなく感情が伝わってくるものだが、いや今はそれよりも師匠を、みんなを返してもらうぞ。いきなり対戦ですか。覚悟はもう決めている。やばこいつ何？来い。獣って感じじゃないよな。狙い撃つ。さみだれよ。ここら辺は効くやろ絶対。行くわよ。何が効くやろなこれ。オペリーテレブラン。ぜえ。これちょっとアイテムザクロ使おうか。これちょっとケニオンちょっとやっときたいね。でもって大回復魔法。癒しの奇跡を与えたな。アイテム、ザクロの台。これを。どう動く？でアイテムでザクロの台を使え。使おう。出番。何が効くねんこれ。まあいいか光でもしとくか。いい。コングレアーグッズ。来たー。よかったー。どう動く？そして全力だ。どんだけいくかな。雷風いいね効くね。もう一回ちょっと。あまミスった。輝き玉ミスった。さてと回転ショーブランド。回転ショーブランドよ。 OK。マジか、これがきついんやって。この気絶がめちゃきつい。ちょうど回復してくれるのはいいけどさ。きついなこれ。死んでまうやん。うわっ。うわ終わり。マジかよ。
覚悟はもう決めている。よっしゃリベンジや、はい、強いのよねこれ。早速かいな、狙い撃つ。まあブレイク取っていきたいよね。ドシャブリや、ここはで、そうだ、で、大回復ね。癒しの奇跡に与えたな。上がってきな。拡散拡散拡散。ザクロ。よし。ほらよ。よっしゃ。どうしようかな。回復しとくか。よし。オッケー。これで。その流星。ヘイ、驚かしら、覚悟がいいよ。クレアかかってこい。からの全力だ。頼むよ、魔剣士バロガーよ。よっしゃ、大剣翔ブランド、大剣翔ブランドよ。頼む、大バタイダンじゃないこれで。さてと、健全か、こんなもんかな。よし、ってくれるよな、ほんまに。行きましょう。まだ息耐えれるから、うわぁ、聖なる光でいいかな。光、さてと、健全化で、こんなもんかな。よし、レバンで、光魔法コングレアーグッズ、かかってこい。ここは一回どうしよう。いや、これでいいや。おじゃろうかしら。お、いいね、いいね、エレメントブレイクロット。踊ろうかしら。ここはな、どうしよう。次攻撃、属性攻撃アップ、物理攻撃アップ、これでいいか。獅子の舞、私の出番だな。で、ブレイクを取っていきましょう。土砂降りや、これでいい調子。負けません。ここは聖なる光でいいかな。上がってきな。念のため、またザクロ。ほらよ。負けません。どうしよう。
さて、さあ行くか。覚悟がいい。変わり魔法。特性効果もう切れてんのか。行くぞ。よし、行け。魔剣士バロガーよ。いいね、いいね。頑張ります。そして流星。覚悟してください。マルヒッチ。抜けて。ねえ。剣士のやつ。やるぜ。頼んだ。来天将ブランドよ。お。限界突破すときゃよかったな、こんなに組んやったら。9か。こっからがね、強すぎるんすよ、こいつ。これだろうかしら。こっちは。コングレアーグッズ。いきましょう。なんで。光。ここでさ、もう取るしかないよな。土砂降りや。土砂降りや。おい、切った。ねえ。で、調合飛躍拡散ザクロ。ほらよ。OK。お踊ろうかしら。こまごまとね、与えていきましょう。コングレアーグッズ。これでいったんちゃう？もしかして。覚悟がいい。よっしゃ。コングレアーグッズ。上がってきな。頼んだよ。よっしゃ。来剣将。来剣将ブランドよ。頼む。それでは。で、流星。待ってください。次出てっかな。狙い撃つ。ルーンマスター。王に。魔剣士バロガーよ。おっしゃ、いった。いい戦いだった。いや、今回気絶耐性捨てといたから結構普通にいけたな。あぶねー、ターンにも恵まれましたね、今回は。おお、これは一体だ。これで師匠もみんなも己赤目目。おお、何、体が動く。助かったのか。大丈夫だ。赤目は倒した。なんと、なんだと。あなたが倒したのか。違う。いや、私だけではない。町の兵士や聖火騎士のおかげだ。おお、動ける、動けるぞ。よかったね。助かった。助かった、助かったんだ。最後の人も無事に解放。かたじけない。なんと俺が言えばいいか。いや、気にするな。私も私の目的があった上だ。それよりもカリム王に無事な姿を見せてあげてほしい。あんたたちのことをとても気に病んでいた。なんと、なんと形でない。ならば一刻も早く報告に向かわねば。では失礼する。解散してったな。てか石化の薬使わんかったと思うねんけど。きっと師匠もこれで。おお、赤目を倒した狩人の帰還だ。
レナード将軍から報告は聞いた。見事アカメを倒したようだな。そなたに何と感謝してよいか。兵士のみならずこの町が救われた。私は自分の目的を果たしただけだ。それでも感謝したいのだ。いや、させてほしい。ぜひ感謝の宴を。そう言いたいところだが、行かねばならぬ場所があるのだろう。ああ、師匠が元に戻れたかを一刻も早くこの目で確かめたい。そう言うだろうと思った。レナード将軍よ。はっ。我が町の恩人を送り届ける。その準備は整っております。え、あなたの事情をカリム王が聞いて用意を整えてくれたのよ。石化した死を救うためにあの赤目と戦ったのであろう。兵士たちと同じように元に戻っているはずだ。早く会いに行くがよい。ありがとうございます。ただ気が向いた時でよい。この町をまた訪れてほしい。その時こそ町を挙げて感謝の気持ちを表そう。はい、いつか必ず。もうすぐだ。魔物だ！魔物が出たぞ！何？どういうこと？リンデ、行くぞ！え？危ない！ハーゲン。ハーゲン、なら今のは。お、ハンイット。少し成長したか。外見は変わらない。中身という意味ならしたと思う。ああ、そのようだ。迷惑かけちまったか。迷惑ではない。ただ心配した、それだけだ。そうか、悪かったな。ああ、すごく悪い。そこは悪くないだろう。悪いに決まっている。ナタリアさんやスサンナさん、それにエリザ、みんなに心配をかけたんだぞ。おおお、それは俺の不覚だった。必ずみんなには謝るって。で、その後に感謝するよ。ええ、そうし。ありがとうな、ハンイット。お、もしかして照れてるのか。そういう反応は変わらんな。師匠こそ中身が成長していない。
この年になるとそうそう変われるもんじゃないさ。あの、ありがとうございました。ああ、悪い悪い。大丈夫だったか？よかった。あれだ。まあまずはほら、聞かせてくれよ、お前の狩りの話。言っておくけど長くなるぞ。ああ、いいさ。今回の旅は私の人生においてほんの一部でしかない。これから多くの場所で私は様々な物語を紡ぐだろう。だが私が自分の物語を話すとき、初めに語るのはこの狩りのことだ。なぜならこの旅こそが今の私を決めた最初の物語だから。長々となったが、今日はここで話を終わろう。別の物語が聞きたくなったら、またこの村へ来てくれ。私の物語でよければ、何度でも語ろう。おお、ハンイット。第4章終わりましたね。無事赤目を倒したと。一回目は相当苦労したけどね。二回目はまあまあ、ターンに恵まれて結構余裕で倒したような感じがしますね。はい。ということで、範囲との第4章がクリアしまして、どこ行ったんだっけ？ここか。ここ行ったんですね。で、多分このダンジョンに行ったということで、次は、オルベリク、アーヘンという風な感じで進んでいきますが、その前に、マルサリムのね、サブストーリーをね、やってから、進みたいと思います。はい。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。Twitter もやってますので、フォローお願いいたします。ありがとうございました。